さて、リバーっていう警察と、一発やってきました。なんか告白されて付き合うことになったんだけど、まあ私はもうあんまり長生きはできないということを言ったんだけどね、まあ、それでも付き合うって言ってくれたので。誕生日にケリー、びっくりした。いいえ、B よ。がっかりした。急に電話かかってくるんだから。お前らのそれがどういう仕組みかわからなくてな。何か私に用があるの？仕事のオファーさ。お前にうってつけのがあってな。早朝にグレートマラグラの川に来い。詳しくはそこで。わかった。ミッションサブクエ終わらないやん。まあとりあえず、まあまだサブクエいっぱいありますが、ここからエンディングまで行ってみたいと思います。あ、出た出た出た。気に入らねえ。何もかも気に入らねえ。気に入らねえ。あの高飛車女を頼ってもろくなことにならねえぞ。分かってる、用心するから。お前の用心は当てにならないからな。おかしな気配がしたらすぐに逃げるぞ。了解。花子様がお待ちだ。貸し切りかよ。もう倒れそうです私。よかった、来てくれたのね。お会いできて光栄よ。いいのよ、B。こちらこそ。まずはじめに、説明が必要でしょうね。私がなぜ考えを変えて、あなたに手を貸そうと思ったのか。信用していいかわからなかったんでしょ。私のことも、頼信が父親を殺したって話も。なのに。わかってたのよ、はじめから。それはどういうこと？役員は全員わかってたの。毒殺されたなんて話。誰一人真に受ける者はいなかったわ。細部の辻褄が合わないもの。それならどうして知らないふりを？理由は何？今日になって急に両親が痛み始めた。父は聖人君子ではなかった。私もそこを美化するつもりはない。敵対する者が邪魔になれば容赦なく排除を命じたわ。兄はそんな父が耐えられなかったのよ。でも父は望む結果のために何でもした。三郎荒坂が最も大切にしていたもの、それが何かわかる？権力？家族。荒坂家よ。私はその両親となるよう育てられた。一族の末永い安泰を守り、決して抗わない存在として。頼信は違う育てられ方をしたようね。父に反旗を翻したとはいえ、兄も荒坂家の一人、私の家族よ。分かってもらえるとは思わない。ただ兄と対立するのは私にとって辛いことだと知ってほしいの。仕事の詳細を聞かせてよ。ええ、そうね。それで、ソウルキラーは持ってきた。引き金に指をかけて何も言うな。ピリピリしてるようだけど、どうかしたの？いえ、ただあの AV もう3回も通り過ぎてる。誰かにつけられたと？うん、今気にしても仕方ないわ。ソウルキラーは持ってきた？そんな手に乗ると思った？悪いけど今ここで死ぬ気はない。もし力ずくで奪うつもりなら、ここよりもっと目立たない場所を選んでるわ。あなたの命を救うためにここに来たのよ。本当？あなたを神輿まで案内する。現実には存在しない場所でしょ。そこへのアクセスポイントの一つがすぐ近くにあるの。どこに？このナイトシティに、荒坂タワーの地下よ。
へえ。もううんざりだ。行くぞ。帰りたいの？誰がそんなこと言った？なら邪魔しないで、話を聞きたいの。ろくなことにならねえぞ。時間がないわ。座って。興味を引くのがうまいじゃない。話を続けてよ。兄に顔。いきなりクソの匂いがプンプンしてきやがった。踏まないように気をつけろよ。自分の犯した過ちをその身できちんと償わせたいの。どうやら父親の仇を取りたいようね。私は荒坂社に真実を知らしめたいだけよ。どうするつもり？頼信が。花子様、そろそろご自宅にお戻りいただいて。すぐに済むわ。なんだこいつ。頼信が間もなく役員会議を招集する。そこには各派閥の代表が出席するはずよ。父の死の真相を白日のもとにさらすにはこれ以上うってつけの場所は存在しないでしょう。うんうん。あなたをこの会議に出席させる。そこで兄について証言しなさい。信じてくれるかな。証言ね。さっきからそっちの話ばっかりだけど。頼信の排除と引き換えに排除、私もコンストラクトの排除に協力する。荒坂の幹部連中の前で頼信を陥れる役目をしろっていうの？そんなの死にに行くようなもんじゃない。言われなくても分かってる。だからこそ万全の対策で臨むのよ。うん。はあ。具体的には？じきに分かる。じきに分かる。面白い話だった。少し考えさせて。ええ、でも決断は急いで。パレード以来頼信は警戒してる。何かを勘ぐってるかもしれない。もういい、行こうぜ。大丈夫？私も倒れそう、ええ、ただ少し血が出てるわ。くそ。あなたに時間の余裕はないようね。決断を急いで、なるべく早く。ええ、分かってる。やるしかないんだよ。外の空気に当たれ、今すぐだ。外？ここからは出れるの？倒れちゃうよ。警告したよな。何するの？いよいよ本番が迫ってきてんだ。なのにお前は立ってるのもおぼつかない。今何をしたの？片や俺は準備万端、体も言うことを聞く。何が言いたいか分かるだろう。分かるけど、そんなのお断りよ。私はまだ乗れる。現実を見ろ。疑似エンドトライジンを使ってハンドルをこの俺に譲れ。神輿まで俺が連れてってやる。どうやって？あの高飛車女の助けは借りない。それだけは確かだ。一人じゃ絶対に無理よ。ああ、乗り込むってことか。だからローグを引き入れる。うん。あいつの腕はまだ鈍っちゃいない。貸しもあることだしな。どうかしら。半世紀前ならまだしも、今さらこんな危ない話に乗る？説得してみせるさ。いいから俺たち二人に任しときゃいい。昔やったみたいに荒坂タワーにド派手な勝ち込みをかましてやる。そして神輿にたどり着く。それしか方法はない。わあ、パナムのクエストもやったから親密度上がってるから出てきたんかな。ここにローゴに頼むのもいい。ちょっとパナム、パナムは協力したがってた。 B、 あいつらには荒野がお似合いだ。荒坂襲撃はそこらの車両強盗とはわけが違う。素人が手を出したらどうなるか俺たちならよくわかってるだろう。プロと組んで失敗したあんたに言われる筋合いはない。命の危険もあるんだ。
巻き込んだ上、万一のことがあったら耐えられんのか。俺たちが頼れる最後の希望はアフターライフの女王、つまりローグだけだ。ローグだけなんだ。これはどうす、本当にローグに頼んでうまくいくの。経験、リソース、人脈と三拍子揃ってる。これ以上の適任者は他にいない。ジョニー、信じろって。タワーに突っ込み、オルトが神輿の入り口を開け、これは。なんだよ、またおねんねか。またおねんねか。薬飲まなくても。ここはお前の思ってるとこじゃない。今はまだな。神輿ついちゃった。落ち着け B、 まだ動くなよ。ビクターに来て、超改造されてるやん。ビク、痛むだろう。意識が朦朧とした状態で来たもんだから、ベータハロペリドールを使ったんだ。何それ。だが感覚過敏があるってことは、視神経は損傷してないようだな。じゃあどうやってここに。私はどうやってここに。よろめきながら自力できたんだよ。ミスティが腰を抜かすとこだった。それから診察台にいた患者を押しのけてだな。今すぐ自分を見るよう要求したってとこだ。俺のおかげだってちゃんと言ってやれよ。え、あれ飲まなくても帰れ。私じゃないっていうか。分かってる、そこが心配なんだ。ビクター、はっきり言って。運命の分かれ目に来たってことだ。え？ゆっくり体を起こしてみろ。やってみる。少し感覚が戻ってきたみたい。ゆっくりだ。歴史に残る医学の勝利ね。倒れる？大丈夫？肩のところにカセットテープみたいなの挟まってんだ。何かあるなら言って。何かあるならはっきり言って。生体モニター。いつまでこんなことを続けるつもりだ。こっちが聞きたい。見たところ長くは持たないぞ。やっぱり次に発作が起きたら、どっかの路地裏でのたれ死ぬのがオチだ。自分の手で解決したいなら、これが最後のチャンスだ。分かったな。分かってる。何かいい案はない。ジョニーに体渡すしかないってことじゃん。何回同じことを言わせる気だ。全てはお前さん次第なんだよ。俺にも頭の中のそいつにも決められない。そんなこと言われても。 B、 そこのテーブルを見ろ。あれがどうかしたの。1回分のギジエンドトライジン、ミスティからのプレゼントだ。頭の中の声に屈したいなら好きにしろ。薬で自分を眠らせ、体を明け渡すんだ。そうでなければ自分のやり方で肩をつけるんだな。俺からのプレゼントとして遮断薬も用意した。あのテーブルまで自力で歩け。選ぶのは誰でもないお前さんだ。聞いたろ、最後のチャンスだ。ハンドルを俺に譲れ。エンドトライジン、ローグ、アルサカタワー、取るべき道はそれしかねえ。いい加減にして、少し考えさせてよ。脳みそをストレッチしたいってんなら、せめて外でやったらどうだ。おい、B、声に出てるぞ。声？何のこと？手遅れになる前に決断しろよ。ええ、わかった。取るしかないんでしょ、どうせ。どっちを選ぶにしても、お前が歩けなきゃ始まらねえ。ミク、
あんたには感謝してもしきれない。力不足ですまない。さあ行け。もう店じまいだ。薬はやる。やるべきことをやれ、B。ありがとう。あんたも頑張ってね。幸運を祈る。あ、ミスティ。B、さっき頭の声を聞いちゃったような。ごめん、変なのを聞かせちゃったね。いいのよ、状況は分かってるから。辛いでしょうね、あなたたちどちらにとっても。もしここで決めたくなかったら、いい場所がある。行きましょう。特別な場所なの。前にジャッキーも連れてったの。すぐ近くよ。ジャッキーにもそんな場所が必要だったのね。うん、いいから来て。もう倒れそうだけど。この屋上か。やばい、もう走れなくなってる。大丈夫かよ。彼もそういう暗い顔をしてた。ジャッキーのこと。もうダメだ、俺はおしまいだ。あいつらしくないセリフね。ずっと昔の話。バレンティーノズに加わったことがお母さんにバレてね。一方にはお母さん、もう一方にはこわもてのギャングたち。どうしていいかわからない板挟み。ええ、辛かったんでしょうね。ああ、やっぱり外の空気はうまい。私が連れてきた後にね。見える？座らせて。あれ？一人で考え事をしたいときはいつもここに来るの。そいつは明暗だ。一旦腰を下ろして頭を整理しようぜ。ありがとうミスティ。ありがとうミスティ。いい考えね。それでジャッキーはここで何を決心したの？もちろんこの町の伝説になるんだって。なんかバクってる。じゃあ一人にしてあげるね。ごゆっくり。ジョニーのセリフ消えなくなった。さっきは本気でビビったぜ。あのまま死んじまうかと思った。私はまだ生きてる。今んとこな。別れを言いたい奴がいたら今のうちに連絡しとけ。最悪の事態を考えとけってこと？そうじゃないが、どうことが運んだって危険な賭けだ。もしうまくいかなかったら。とにかく連絡しとけ。話すんなら今しかない。幸い薬は逃げやしねえからな。リバースか。電話できないじゃん。シアタマの警官に連絡してみる。ふん。ロービー、ごめん、寝てた？ああ、いや寝つけなくてな。また例の倉庫の夢？その方がマシだ。話してみてよ。その俺じゃない誰かの無茶苦茶な事件を追ってる夢だ。もうどうにもなんなくて。うん、説明が難しいな。それはそうと、お前は何してるんだ？ちょっと声が聞きたかっただけよ、おまわりさん。今は違う。そんなことはない。仕方ないな。何か知らんが相談には乗ってやる。なあ、お互い眠れないならどっかの店に飲みにでも行くか。今日は無理なの、しばらく忙しくて。どうかしたのか？ちょっと考え事があるだけ。言わないのか？俺は決して優秀な警官じゃなかったかもしれないが、それでもわかるんだ。
誰かが嘘をついてる時、何かを隠してる時だ。トラブルを抱えてるんだろう。それも厄介な。もう言うしかない。私自身が歩くトラブルだから。ま、お前のそういうところが好きなんだ。ごめん、もう切るね。待て、事情は分からんが、いつでも俺を頼れよ。ええ、分かってる。ありがとう、リバー。これでよし。連絡できてよかったな。俺にはそれができなかった。うん。ここまでいろんなことがあったな。全ての始まりはあのクソったれなゴミ捨て場だった。その後殺されかけたけどね。まさにそれだ。今の俺は180度変わってお前を助けようとしてる。俺に任せてもいいし、パナム達ノーマッドを頼ってもいい。あいつらに何かあってもお前が耐えられるならな。あるいは荒坂との取引に乗るか。そうすればお前は魂を売ることになる。パナム行ってみていい？ダメかな？死んじゃおうかな、パナム。パナム死んじゃう未来嫌なんだよな。だけどね、すごい機械を手に入れて、あれで突っ込むっていうことできないのかな？ちょっとサブクエでね、それはあったんですが。防具。これが普通なのかな？防具。ずっとローグって言ってるもんね、ジョニーは。いい？ここ行ってみて。死んじゃうかもしれないけど行ってみたいと思います。協力を頼んでみる。本当にいいんだな。引き返すことはできないぞ。怖い。ノーマットと一緒にやる。パナムと一緒にやるよ。きっとこの決断を後悔することになるぞ。気づいた時はもう遅い。俺は助けてやれない。これが最後かもしれない。だからこそ自分の目で終わりを見届けたいの。腰の中で会いましょう、ジョニー。はあ、私一人か。パナムに連絡する。ビー、パナム、今何時だと思ってんの？ごめん。分かってる。でも力を借りたくて。貸しもあるしね。朝まで待てないくらい緊急の案件ってこと？今すぐ荒坂タワーに侵入したいの。何言ってんの？本気よ。例のジョニーの件で今すぐ手を打たないと私は死ぬ。待ってよ。大体なんで荒坂タワー？テックよ。タワーの地下にアクセスポイントがある。冗談みたいな名前だけど、そこが魂の牢獄に通じてるの。あ、魂の牢獄？ああ、やっぱりホロだと説明しにくいな。そこは巫女と呼ばれていて、私とジョニーを切り離せる唯一の場所なの。もうそこにかけるしかない。確認するけど、こんな夜中にかけてきたのは、私に荒坂タワーへの侵入を手伝ってほしい。でないとあんたは死ぬ。そういうこと？簡単に言うとね。やるよ。やるって？今どこにいるの？ビクの診療所。リバーのとこだね。それならわかる。ちょっと死ぬの待っててくれる？やってみる。どこにも行かないでよ。すぐ迎えに行くから。ミニドンなのかな。みんな死んじゃったらどうしよう。ソウルとかも。動画ではね、サブクエやってなかったんでちょっとわからないと思うんですが、何かあったら助けてくれるってノーマットのみんなは言ってくれたから、ちょっと信じてみようと思います。決めたよ、ミスティ。あなたなの？それとも私よ。
これからどうするの？迎えが来る。なら入って、一緒に待ちましょう。この子の名前は？ミスター・ブライトマン。診療所の裏のゴミ捨て場にいたの。ジャッキーを恋しがってるみたい。私もよ。ジャッキーと行きたかったな。あのタロットやってしてくれるかな。時間もあることだし、やってくれる。占いでもどう？お願い。じゃあお願い。不確かな未来を嫌がって占いで確かめようとする人もいれば、何かが変わること自体を嫌う人もいる。でもそれも間違いよ。人だって刻一刻新たな自分に変化してるもの。恐れるべきは変化そのものではなく、何に変化するか。大切なのは道を見失わないこと。あなたとジョニーのために考案した特別なやり方よ、うん、あなたの未来は彼の未来で、その逆も同じ。始めましょう。まずはあなたからよ、B。愚者。幸先いいね。じゃあカードの意味を説明するね。愚者が象徴するのは旅の始まりや新しい何かの到来。好奇心が旺盛だけど愚かで無謀な面もある内なる子供。まるで初めて会った時のあなたね。魔術師。才能とカリスマ性を意味するカード。リーダーね。ジョニーみたいね。でもこれは逆位置。その場合は依存傾向や精神の不安定さを表す。ええ、間違いない。確実にジョニーね。最後は未来を示すカードよ。恋人。恋人。ようやく不吉じゃないのが出た。調和、友情、愛。難しい選択を迫られるって意味もある。全くその通りね。でジョニーの方は？好き。悪い意味はなさそうだけど。わからない。ん？謎を意味するから。謎？え、一枚しかめくってくんないの？うん、お迎えが来たようね。うん、間違いようがない。リ、会えて嬉しいよ。カナム、ちょっと本当に顔色が悪いじゃない。最悪よ。ならすぐに出発しよう。長いドライブになるからね。行くよ。キャンプでみんなが待ってる。かっこいい。ここ気をつけてね。ここでこれできたんだ。やばいやばいやばい。よう、お花畑は見えたか？具合はどうだ？みち、あ、大丈夫。そいつはよかった。心配したぞ。何度揺さぶっても全く目を覚まさなくてよ。どうも症状が悪化してるようだな。パナムに様子を見てろって言われたんだ。パナムは今ソウルと話してる。お前に助けが必要なのは明らかだ。俺たちが何をしてやれるか話し合ってんのさ。怖いよ。みんなのとこに行こう。でだな、ウィー。戦争を始めるんだって？他に選択肢はない。それは俺たちも同じみたいだな。決行が明日だってことは伝えてやる。でもみんな納得してるの。明日まで命が持つのか。ウィー、周りを見ろ。やばい。戦争経験者はごくわずか。あとはケチなコンボイ襲撃か廃品漁りしかやったことがない連中だ。だから必要なことしか知らせてない。お前を助けるためだってことしかな。今さら引っかき回さないでくれる。クランを危険にさらすんだぞ。言われなくても分かってる。でももうやるしかないんだよ。ごめん、私のせいでソウル。いくら説教しても何も変わらないから。B、待ってたよ。調子はどうだ？とても悪いです。本当か？ソウルと話す。よくはない。
ねえ、作戦は決まった？まだ詰め切れてない部分もあるけど、おおよその枠組みはできてる。確認してみて。いろいろ検討した結果、アラサカタワーに侵入できそうな方法は一つしかない。トンネルを掘るの。トンネルを掘る？アラサカタワーまでトンネルを掘ろうっていうの？疑いたくなるのもわかるが、このチャンスを使わない手はない。近くでナイトコープがリニア路線を建設してる。ミリテクが警備に当たってるけど、なんとかなるでしょ。トンネルに入っちまえば、アラサカタワーの基礎部分まではほんの半マイルだ。ナイトコープのサークを使えば、ものの数分でタワーまで掘れる。悪くない計画でしょ。侵入した後は警備や防衛設備への対処に、神輿への最短ルートの特定、全部出たとこ勝負だけどね。どう思う、B？サークってのは？地中掘削除去複合機、要は自動トンネル掘りマシーンね。それさえ手に入ればタワーまでトンネルを掘って神輿を目指せる。建設現場の警備に関する情報は？ミリテク部隊の装備はどの程度なの？通常レベルだよ。恐れるほどじゃないけど、素通りできるわけでもない。ドローンの巡回に加え、現場オペレーターが配備されてるってところだな。なるほど。可もなく不可もなくね。これ以上の案もないし、早速準備にかかりましょう。早まるな。もう少し情報が揃わない限りゴーサインは出せない。どれだけ情報を集めようがリスクが減るわけじゃないでしょ。やるしかないんだ。それとも B をこのまま死なせるつもり？よし、わかった。 B、 お前には命をかけるだけの借りがある。仲間と相談して現場にドローンを飛ばしてもらおう。私はミッチとミリテク攻略について話してくる。あんたはひとまずソウルに預けるから、後で会いに来て。私抜きで勝手に話を進めないでよ。質問はあるか？ねえ、あんたとパナマだけど何かあったの？そうだな、ようやくわだかまりを解消できたと思ってたらお前が現れた。私のせいってこと？勘違いするな。むしろお前には感謝してるんだ。 B、 お前はいがみ合ってばかりのファミリーに偶然出会った外の人間だ。ところがお前と関わるようになった途端、そのファミリーは手を取り合い、以前より団結が増した。わかるか？ええ、なんとなくだけど。ならいい。で、他に必要なものは？ネット回線を用意できる。ある人の協力が必要なの。誰のことだ？ウォルトよ。彼女は AI なの。ブラックウォールの向こう側の存在。何を言ってる？ AI が神輿の侵入に手を貸すっていうのか？ええ、お願いすればね。どうなってんだ？わかった。ここまで関わったら同じことだ。とことん付き合ってやるよ。ダコタを探せ。必要な機材を用意してくれる。ありがとう。礼なら神輿から生還した後に聞く。ダコタ、久しぶりだね。何の用だい？ダイブしたいの。力を貸してくれる？入りな。わお。暗号化 BBS に入る。足跡を残したくないんだけど、あんたのテックで対応できる？対応できるかって？2階の荒野へ繰り出すの。壁を突破できるだけの機材が揃ってる。すごい。万全さ。また氷風呂か。これだけは好きになれない。ウォルトに会いに行くのかな。ギャロル、デコタの手伝い。あんたを手伝いに来たの。一緒じゃないの？準備はいい？どれぐらいかかるかわからない。何が起きても決して慌てないでいい？あんたが死にそうになっても？さて行こうか。道に迷うんじゃないよ。今回は一人で行かないとならないから。あ、普通にいたわ。これと久しぶり、ウォルト。
人で来たのか。ジョニーは今調子が悪いの。今か。彼を意識の奥に追いやったのだな。煩わしい同乗者は後部座席で眠らせておけとばかり。すまん。ジョニーのことなんてどうでもいいんじゃなかったの。存在しないも当然だって。彼が存在しなければ今ここでお前と話していない。まあ確かに。悪いけどジョニーの話をしにここまで来たわけじゃない。オルト、力を貸して。もう時間がないの。今最も憂慮すべきことは時間ではない。存在するかしないか、死で区切られた二つの状態があるのみだ。あんたこそ死を欺いて生き延びてる。ネットの世界できてるからな。あんたの行動、意識、 AI は現実を超越して永遠に生き続ける。だが不滅ではない。神輿に行って初めてその意味を理解できるだろう。神輿には一体何があるっていうの。超えるべき境界線。お前の人生において自身の存在の重みを実感する唯一の瞬間となるだろう。お前の想像を絶する重みだ。ジョニーは、あいつはどうなるの。その質問に答えるにはデータが不足している。確かなことは何もないわけ。ある。神輿が消滅するということだ。中に囚われたコンストラクトは解放されるの。死ぬんじゃない。彼ら私と統合される。コンストラクト、統合。要は吸収して自分の一部にするってことでしょ。わかった。だからあんたは手を貸す気になったのね。囚われた精神を食い尽くすために。神輿は監獄だ。しかし私と共になれば彼らは偉大な存在の一部となれる。ジョニーが聞いたら何て言うでしょうね。お前は自分の決定権を守るべく彼を退けた。やっていることは私と同じだ。一緒にしないで。あんたはコンストラクトたちの意見を聞いたりしないでしょ。そんなことをしても無意味だ。時間の無駄ね。始めましょう。お前のネットランナーのチップにプログラムを送った。神輿に入ったら使うといい。それで安全な接続を確立できる。使えるアクセスポイントはあるの。どれにも分厚いアイスが張り巡らされてるはずよ。わずかな隙間があれば十分だ。チップは神輿で使え。セキュリティは私が引き受ける。ではまた。戻ったわ、ケロル。チップを。落ち着いて。ジャックイン直後に体温が105度近くに上がってた。テックがまるで感染でもしたみたいに妙な動きをし始めてね。何が起きたの。機材を半分溶かしといてよく言う。神経活動が異常値を叩き出して耳から脳みそが出るとこだった。頭打たれるのと大差ない。本当に大丈夫なの。全然大丈夫。全然大丈夫じゃない、キャロル。心も体もズタズタよ。急いで神輿にたどり着かないと。いいから一旦落ち着いて。今はまだ神経が高ぶってるの。チップにプログラムが書き込まれてるはず、うん、何言ってんだ。仮にアイスが突破されたとしても私のコントローラーが。え、そんな。君が悪いね。ありがとう。今入れてもらったからね。礼はいらない。ソウルがあんたのことを探してた。会いに行く。ありがとう二人とも。ソウル、私を探してたって。上がってくれ。それが人との接し方。どこかに行くの。 B、 聞いてくれ。ここにいる俺たちはみんなお前に借りがある。それもバカでかい借りがな。あんたは特にな。とはいえお前はよそ者。ナイトシティから来た傭兵、未知の世界の住人だ。パナムはよく知ってるだろう。だがそれも今日までだ。いいぞ、 B はもうよそ者なんかじゃない。お前をアルデカルドスに迎え入れる。俺たちは運命共同体だ。
覚悟はいいか。もちろん。望むところよ。ようこそ、B。これでお前は家族の一員だ。これからもお前には感謝してる。必ず昔までジョニーが聞いたら怒られるよな。さあ、みんな。ファミリーへようこそ。アルデカルダスへようこそ。歓迎するよ。目が点になってるぞ。どうもありがとう。本当に何から何まで。くそ、なんか恥ずかしいな。おい、誰かハンカチ貸してやれ。今にもボロ泣きしそうだぞ。まあそうかしこまるな。お前はずいぶん前からもう一員みたいなもんだっただろう。パナムはさておき、お前は俺とミッチを助けてくれた理由としては十分だ。さておき、まあその通りかもね。 B、 あんたはバラバラだった私の人生をさらにめちゃくちゃにしてくれた。でもそうやって初めて作り直せるものもある。よし、みんな聞きな。今日は大いに祝いましょう。でも明日は大変な一日になる。やるべきことをやったらしっかり休め。今夜の主役はあんただよ。みんなで飲もう。明日のためにもたっぷりもてはやされときな。乾杯しよう。なんで教えてくれなかったのよ。何言ってんの。それじゃぶち壊しでしょ。大丈夫。ええ、やばいな。なんでもない、心配しないで。ジャケットは気に入った。小さくない。ぴったりよ。ぴったりよ。ずっと前から着てたみたい。着てたんじゃない。クランの信頼を勝ち取った時からすでに羽織ってたんだよ。ありがとう。今着てるのかな。ちょっと見ちゃおう。ちょっと服が服が似合わないわ。なんなのこの格好は。話したかったら私は上にいるよ。弾薬が 3,4 箱ぐらい必要なんだが、残ってるか。あったはずだ。その辺を探してみろ。ダコタは今日機嫌がいいみたいだ。ガレージセールでも4号弾もあと2箱。好きなものを持っていくといい。え、何かのお祝い。でもこれ終焉のだ。大げさね。でもありがとう。大げさではない。お前が明日地獄から生還できるよう帰りのチケットを渡すのさ。ありがとう、全部もらった。これソウル？明日は行けると思う。自分の家族のことは自分以上に分かってる。これは嵐の前の静けさってところだ。全力を尽くしてくれるさ。ええ、きっとそうね。じゃあおやすみ。待て。ん？一つはっきりさせときたい。お前はクランに力を貸してくれた。俺もお前に貸しがある。だがそれでも家族が最優先だ。ソウル、最後まで聞け。その何よりも大事な家族をバラバラにする要素が一つだけある。それは俺とパナムだ。俺たちが反目し合えばアルデカルドスは終わる。俺の言いたいことがわかるか。どっちにつくかってこと。パナムはどう思ってるのかしら。お前らはみんな俺とパナムは対立してると思ってる。違うの。パナムは俺と同じぐらいクランのことを思ってる。そりゃ意見が一致しないこともあるが、ファミリーにとってはその方がいいこともあるんだ。俺はそう学んだ。お前もじきにわかる。私たちの関係は大丈夫。明日は大事な日だ。しっかり休んでおけ。最高ね。そうでしょう。何を考えてるの。何も。というかもうよくわからない。気が張ってて昨日はほとんど眠れなかった。きっと今夜も同じね。悩み事。そりゃ悩みもするよ。明日私はクランを七に送り込む。それだけでも重いのに、ソウルが突然私の言うことに反対しなくなった。一体何考えてんだか。みんなが私たちを疑ってる。それでも最終的には私がどうにかしてくれる。他には誰もいないって思ってるんだ。その通りよ。
カナムしかいない。やめてよ。本当ならそこは私じゃなくてソウル。ソウルが変に私にすり寄ろうとするから嫌な予感しかしないんだ。もしみんなが巻き込んでごめん。本当に B、 やめて。ファミリーにまで迎え入れてもらって、そのお返しにみんなを地獄に連れてくなんてずるいよね。まるであんたたちを利用してるみたい。慰めを求めてるんなら見当違いもいいところだよ。私たちは運命共同体でしょ。ええ、そうね。生きて帰ろうね、絶対。 B、 ん？あんたは死を恐れてる？怖いよ。ええ、常に怯えてる。そうは見えないけど。何を考えてるの？初めてここで過ごした夜のこと。旅の帰り道に寄ったんだ。キャンプに戻る前に一息つこうと思って。ソウルとの喧嘩に備えるためでしょ。真っ暗で空っぽだった。空には星一つなくてね。聞こえてくるのは風の音と遠くのエンジン音だけ。私はここに座って世界が遠ざかるのを待ってた。心のエンジンが止まるの。それで？ダメだった。でも分かったんだ。一度走り出したら止まることはできない。崖の上で凍えながら座ってても私の心は常に走り続けてる。そろそろ戻ろうか。いや、もう少しここに座ってよ。思ってた以上に気持ちが落ち着く。どなた？寒い。このままじゃ凍えちゃう。ソウルが戻った。行こう。いい知らせがあるといいけど。やばい、なんか震えてる。コントローラーが。準備はできてるようね。こんなハイリスクの襲撃の経験者は少ないはずなんだけど。ごめん、先に来ちゃって。偵察を終えてきたんだが、こいつを見てみな。わかった。何何？作戦はこうだ。目標は2つ。1つ目はアラサカタワーに侵入し、 B を神輿に到達させる、うん、2つ目は混乱に乗じて奪えるだけの機材を奪う。うまくいけばクランの財政難を解決できる。それがソウルの狙いだもんな。神輿に到達するにはタワーの地下を掘り進むしかない。まずはリニアトンネルの建設現場を襲撃し、ナイトコープのサークを奪取する。偵察にやったドローンから現場の脆弱なポイントをいくつか見つけることができた。谷は現場まで続いてる。警備は比較的薄いはずだ。とはいえチンタラしてる暇はない。時間との勝負だ。増援を呼ばれる前に片付けたい。もし呼ばれたら。僕のジャマーの出番だ。通信アンテナに近づけるだけで妨害電波を送信できる。気休め程度でしょ。長くは持たない。少なくとも時間は稼げる。ドローン配備や早期探知システムに関する情報は？そこまではないと思うが、ナイトコープは警備にミリテクを雇ってる。油断は禁物だ。いずれにせよ我々にもドローンがある。何かあればテディが知らせる手はずだ。オッケー。他に何かある？すごいことになってじゃん。あっち見たいんだけど。もうちょっと早く動かないよ。全部建設現場は囲われてるけど、パンツァーでゲートを破れるの？市民。当たり前でしょ。
問題ないですね。あとは車が埋れてたぞ。起動するんだ。ミッチたちの出番だね。ドリルを起動したら、あとはタワーの地下へ向かってまっしぐらだ。そこから先はお前とパナムと俺の3人で神輿への道を探す。トンネルを掘ってる間に邪魔が入る可能性は？計画通りに進めば俺たちの存在すらバレないはずだ。あとは自由に見てくれていい。時間はまだある。超難しそう。もう大丈夫。よし、いよいよだな。 B、 準備はいいか？ええ、もちろんよ。帰りのこと聞くの忘れた。じゃあエンジンをかけて。噂によるとこれ難易度めちゃくちゃ高いらしいです。私が選んだエンディング。頑張るぞ。戦闘が多いって言ってた。さて、人暴れするか。アルゼカルドスのコンボイ。え、進まないんだけど。なんて壮大な眺めなんだ。引っかかってて。よしよし、待って。みんな、星に飾られた暗闇と張り合えるのはこのただ広い砂漠だけだ。 B、 俺の後ろにつけ。はい。みんな、ちょっと危ない。みんな避けて。グループチャンネルを開いた。みんな、聞こえてるか？バッドランズからライブでお届け。ホストは同じ。はいはい、わかったよ。ドローンは起動した。こんな車の音させてバレないの？ここはまだ遠いか。ファイトセキュアによって保護されている区域だ。直ちに引き返せ。繰り返す。直ちに引き返せ。ミリテクの。わわわわわわ、ちょっとやばいかも。バレてる。うわー、怖い。これで早く行けないの？車速くない？追いつかれちゃう。邪魔を忘れないで。よし、任せろ。検討を祈る。パナム、システムに異常がないか確認してくれ。スポブのクエストやってない気がする。ランチャーも異常だし問題ないよ。じゃあショーを始めるか。始めるよ。あらら、全システムオフライン。直せるか？開かないぞ。おおおお、ダメだ、回路がやられてる。死んだ。なんとかするしかないか。 B、 ドローンを片付けて。こっちは任せて。パナマン、パンツァーを。やばい、操縦席から火が。電力3しか。パナマン、火を消せる。無理なら早く出て。おい、みんなどこにいるんだ？送信機についたぞ。何かあったのか？パナマン的これ使えないんだ。パナム、状況はまだかかりそうか？火は収まった。非常用電源に切り替える。これ味方の？一部システムはアナログになるけど動けるはず。味方のドローン？敵？うん、わかんない。敵、後ろにいるのか。あ、敵やんけ。ソウル、奴らに気づかれた。ドローンがまっすぐこっちに向かってる。まだ動けない。食い止められるか？やるしかないだろう。頑張れよ。ここは俺に任せろ。全システム起動。いけるよ。よし。ボブ、ハンターが復活した。すぐに行くから踏ん張ってくれ。やっとか。もうかっけえこの砂。ドローンは残り1機だ。この俺がすぐに。ボブ、あらららら。ボブ、ボブ聞こえるか？ボブ死んだ。今は止まるわけにはいかない。B、パンツァーはこれ以上持たないよ。いつシステムが落ちてもおかしくない。やばい。もちろんできる限りのことはやってみるけど、万が一の時は覚悟しといて。大丈夫、きっとなんとかなる。足を横断する。失敗は許されないよ。これ以上の被害を受けるわけにはいかない。やるしかない。やるしかない。硬くない？ここにいる人たち。オッケーじゃない？
り方が。よしよし。いるぞ。よし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 。あれ？まだ一匹いる。これが？よーしよしよしよし。ご苦労様。B、入った。オッケー。トンネル入ったよ。B、推進制御と並走システム、ランチャーにまで不具合が。ドミノ倒しかっての。なんとかして直せない？やってみる。壊れそう。やんなきゃ。ポンコツがガラクタになっちゃう。外に出てみんなを援護して。はい、援護するからとにかく急いで。で、さっきのもがある砂、あ、違う、すべての敵を見テリー、もしかしたらボブはまだ生きてるかも。生きててくれ。すまない、パル。進もう。目標はすぐそこだ。やべ、間違えた。ハガクズにちょっと。痛いんですけど。あと2台。どこにいる？ブルジェットだ。これで2人とも死ぬでしょう。2人とも大丈夫？ピンピンしてる。よし、出番だな。 B、援護してあげて。了解。上に制御室があるはずだ。そこからサークに接続できる。 OK。 ちょっと待って。何がすごいことになるぞ。行こう行こう。私が先頭に行っていいよ。ちょっと大丈夫？あなたたち。端末がある。ジャックにするぞ。なんかいいな。セキュリティプロトコルは B、 相手は巨大ドリルよ。宇宙ステーションじゃあるまいし。忙しいです今。どっちや。こんなもん拾うのに忙しいです。サークを起動して荒坂タワーまで一気に掘り進める。はい、少し時間をお願いします。 B、俺たちの援護は任せたぞ。分かった。来るってことの時。敵が来たぞ。どっか分かった。それも大勢だ。そう、ミリタク星使え。B、集中して。よーし、よし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 。瓦礫の山だ。ざまみろ。ソウル、道。よく壊れないな。今から戻る。火出てるけど。よくやった。だがこっちでもん。やるな。お前らならパンツァーボーイズでも活躍できたと思うぞ。B、おかげで助かった。そうだね。結構限界だけど、わわわ。分かった。ミッチは刺さってますけど。時間がない。行こう。自動操縦に切り替えて接続を解除する。了解。これ自動操縦。なんか様子が変だけど。確かに。こんな計画を考えたのが、そもそも間違ってたのよ。あんたの考えじゃない。二人死んだな。私が考えた。だから責任は私にある。こうなると分かってる。ね、動いてるけど、わし。それでもやってた。ファミリーのためならね。足熱くないんですか？みこしだけど、外部の協力者が一人いるってソウルから聞いた。ええ、オルトよ。何者なの？ジョニーの元カノって言うしかない。これだな。レッドランナーのトップに君臨する女王よ。女王だったか。ネットランナーを辞めたってこと？まあね、住処も違う。でも助けてくれる。ふん、信用してるの？まあ、ええ、信用してる。何か心配してることがあるの？私はあんたを信じるだけ。そのあんたが信じるならオルトってのも信じるよ。きっとうまくいく。ここまで来て失敗なんてありえない。確かにな。
荒坂タワーまで結構あったか、3キロぐらいだったっけ。ここだね。お、着いた。荒坂タワーはまだ遠いの。もう着いたも同然みたいなもんだよ。はい、や、もう3キロ走っちゃった。ちょっと、あれ、なんかあったみたいだ。ソウル？こんなの慣れっこだろ、ソウル。計画通りに行く方が珍しいんだ。中で何があるかわからない。ちょっと、どうしたの？キャロルたちだ。ミリテクに囲まれ孤立状態。このままじゃ持たない。嘘でしょ。だから俺がパンサーで助けに行く。バカじゃないの？行かせないよ。一人でパンサーなんて操縦したら脳みそが丸焦げになる。他に方法があんのか。ファミリーなんだぞ、パナム。見捨ててたまるか。ソウル、行かせる気？ B、 誰か何とか言ってやってよ。私が？ B、 何も言ってくれないわけ。ここまでね。これ以上は無理よ。作戦を中止して。今さら引くわけにはいかない。引く必要も中止する必要もない。俺がミリテクを抑える。ダメだよ、ミッチー。殺されちゃうよ。大丈夫だ、パナム。今日は死ぬ気がしない。本当かよ。行っちゃったよ、ソウル。キャロル、このままじゃ今そっちに向かう。待ってろ。みんなの犠牲を無駄にはできない。お前らはドリルの問題を突き止めろ。動き出したら俺が後ろを守る。B、 行こう。サクッと終わらせよう。ミッチ。信じられねえ。 B、 弱音して。ドリルがコンクリに達した時エンジンがオーバーヒートしたんだ。お願いだから死なないで。行くよ。手動モードに切り替わった。よし、大丈夫これ。大丈夫、もっと出力を上げて。壊れそうだけど、これ大丈夫なの？パナム？あとは。もう壊れとるやんけ。やばい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 。パナム？パナム、どうなってるの？死んだ？パナム！返事して！ちょっと嘘でしょ。ここだよ。びっくりした。技ができたけど、どうってことない。パナム、死んだのかと思った。平気だよ、ビー。何も問題ない。ソウル、トンネルはひとまず安全だ。ミッチから連絡は？まだ何も。おい、ミッチ。やっぱり通信トラブルかもしれない。うん、かもね。行くぞ、仕事が残ってる。何これ？建物を地震から守る。やばい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 。地下のさらに下にいるのね。そういうことだ。上に上がる方法を探すぞ。片付いたね。オッケー、任せて。メンテナンス用シャフトを探す。メンテナンス用のシャフトが上に繋がってるようだな。考えてみれば、今俺たちはあの荒坂社爆破事件でできたクレーターの真下にいるんだな。ってことは、ここは放射能で汚染されてる可能性があるんじゃない？かもな。ああ！やべやべ。B、B。また発作が起きてる。B、大丈夫？B。
もう時間がないみたい。急がなきゃ。ここからのルートは。早く見越し。とにかくいろいろ調べよう。そこに何かあるぞ。まずは警備を何とかしないと。どうも嫌な予感がする。私も嫌な予感がする。深刻。見張りを始末して。はい、わかりました。できれば静かにね。少なくともいないんじゃない？ここからできるのか？ついてないのかな？仲間を待つ。素早く静かに。一個分隊がいる。コンボイの警備かも。思ってたより面倒くさいことになってるな。これついてないんだけど。限界態勢だ。地下を掘った時の振動がシステムに感ということは通路もすぐ封鎖される。あそこさ、サブロ。ここから袋のネズミだぞ。見越しの場所はまだ遠いの。いや、研究フロアは次のセクターにある。まずはそこだ。アクセスポイントはまずそれを見つけなきゃ。待ってくれ、今調べる。あった、そう遠くない。そこから接続できそうだ。どこか分かった。オルドのチップを刺せるポートもあるといいんだけど。最短ルートを送る。だがロックダウンの解除が先決だ。とにかく静かにね。存在がバレたらまずいことになる。ここから殺しちゃダメなの？殺せないんだ。ドアに気をつけて。はい、分かりました。瞬間、連中が乗り込んでくるよ。ドアに気をつけて。え、開けていいってこと？コードレッド発令。全従業員はロックダウンが解除されるまで見つかっちゃった。何なんだ。見つかっても殺せばいいのだ。カメラがどっかに。侵入者はいないらしいよ。諦めろ、逃げ道はないぞ。どこにいる？あいたたる。バレちった。あれ？どうやって行くんだ？よし、着いた。ボルト、チップを刺した。緊張する。時間はどれくらいかかる？完了した。これで行けるの。みこしに道が開かれた。二人ともまだ生きてる？今のとこね。行けるか？いつでも。よし、行きましょう。どうやって行くの？言ったはいいが、ここから出て。ここね。ここか。何？これ何？止まってる？ B。 ああ、ソウル。俺も感じる。
何これ。この静けさ。二人とも寒気がしない。何かが起きたんだ。地域にわかる。死んでるけど。みこしはすぐそこだ。逃げられそうになったから車ごと焼き払ったの。これがオルトのやり方か。みこしに避難させようとしたのね。非戦闘員だぞ。何も殺さなくても行こう。時間がないって。ついたままだけどいいのこれ。まさかたどり着けるなんて。いよいよ待望のみこしとご対面だね。ついにここまで来たな。安心しろ。最後まで付き合うぞ、B。あれで感動する言葉に嘘はない。あと一部屋だ。コアはその先にある。やばいやばい。深呼吸しないと。私に開けさせるんか。手伝って。もう一踏ん張れた。先にあんたらが入るの。待って、アダムスマッシャーいない？死んだ？やめろやめろやめろ。まるでカード。呪いだ。あーはは。ソウルが死んだ。面白い。マジかよ。うまい。なんでこの人にあれ使えないの？ちょっとあんたまで死なないでよ。前に耐えられる。ネズミが。どう殺したのは褒めてやる。待て、リロードさせて。リロードして。もう手がないよ、ほんしちゃった。間違えて。もう死ぬでしょ、これ。下打ちや。あ、また間違えた。めっちゃ頑張ってるよ。なんだこれ。これで死ぬ。まだ死なないの？イメモ。時間が余りない。行こう。どっち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 。ソウルの頭が。心配しないで。アクセスポイントは目の前にある。接続して入り込んだら向こう側で私を探せ。分かった。平気よ。今までありがとう、パナム。
聞いて、私の頭はオルトに引っかき回されることになる。この世界に戻ってくるのが私とは限らない。今のうちに礼を言わせて。 B、 あんたは黙ってやるべきことをやればいい。最後にアドバイスはある。自分を見失うな。ありがとう。ちょ刺すんだ、早く。オルトを探さなきゃ。ブブ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 と言った。やっぱそうだ。ネックレスを取る。これは。来たよ。さあ行こう。君と私で。まるで麻酔にかけられた患者のように黄昏が広がる空の下を。さあ行こう。人もまばらな通りを抜けて。ここは神輿。騒がしい安宿、牡蠣の殻が散らばった食堂での一夜はささやく声を簡単にかき消してしまう。通りはどこまでも続いている。まるであの問いにつなげようと延々続く退屈な議論のように。何のつもりと聞かないで。とにかく行けばわかるさ。なんか怖いな。これ階段？なんだこの世界は。ここにオルトが閉じ込められてたんだ。誰かいる。オルト？誰これ。やった、うまくいった。やった。これで死なずに済む。ジェシー、ジェシーじゃない。よくここまで来れたもんだな。ジョニー、あんたは私にとって疫病神でしかなかった。でも一つだけ感謝してる。あんたは壁をぶち壊すことを教えてくれた。もう誰も何も私を止めることはできない。そうかい。じゃあ俺たちのこと決心したのか。まずはオルトと話したい。どこにいるの。まだ気づいちゃいないようだな。は？何のこと？どういうこと？俺たちはすでに分離されてる。神輿に接続した時点でオルトがソウルキラーを起動したのさ。あんたの彼女は仕事が早いのね。彼女ではない。オルト、魂の切り離しは済んだようだけど、次はどうするの？現在チェックサムの検証と記憶痕跡の複製エラー除去を行っている。は？ってことは私は今コンストラクトなの？お前は俺と同じ道を歩んでるわけだ。唯一違うのはどっかの間抜けの脳みそにコピーされてないって点だけだな。
待って、一体私に何が起こったの？きちんと説明してよ。ソウルキラーを使ってお前たちの精神を分離し、それによって D のコンストラクトが生成された。痛みを感じなかったのはこちらで麻酔プロトコルを追加したからだ。ジョニーに侵食および上書きされた全ての箇所を取り除くことはできなかったが、 D の記憶痕跡は良好な状態と言える。じゃあこいつのコンストラクトを脳に戻せるんだな。今 B の脳は空のパーティションのようなものだ。うん。二人はまだ神輿を破壊する気なの？もちろん、当たり前だろう。囚われてる他の魂はどうなるの？解放して私が連れて行く。何が解放よ。彼らの行動を丸呑みして自分の一部にするんでしょ。それでも神輿と一緒に消えるよりはマシだ。どうなんだろう。じゃあこれで終わったのね。約束通りにしてくれた。一つだけ想定していなかったことがある。オルト、何のことだ？肉体そのものを計算に入れていなかった。レリックによる DNA の再構成がすでに進行しすぎている。さらに服用している薬剤だけでなく、肉体の免疫システムが自らのニューロンを攻撃して。説明はいいから結論を言って。難しいよ。コンストラクトをお前の体に移植すればお前はすぐに死に至る。え、どういうこと？これを防ぐことはできない。え、どういうこと？冗談でしょ。話が違うじゃない。余命は6ヶ月程度、あるいはもう少しあるか。ありえない。戻ったとしても死ぬの？手があるはずよ。お前は肉体に適合できない。私の体なのよ。ジップが肉体を変質させた。今はジョニーが体の主だ。うそ。もういい。Bと少し話をさせてくれ。信じられない。今までの努力は何もかも無駄だったの？もうたくさんよ、何もかも。特にあんたには。だったらちょうどいい。最初の計画通り俺はオルトと行く。行き先は知らんが、体はお前のもんだ。彼女はあんたをどこへ連れて行く気？ブラックウォールの遥か先であいつの一部になる。意味はよくわかんねえがな。ブラックウォールの向こう側はどんなところなの？誰にも邪魔されない場所さ。俺自身が行かれたりしない保証はどこにもないがな。コンストラクトとしてこのままいたら、他の方法が見つかるまで。それはつまり荒坂と取引してってことか？そんなのはごめんだ。ブラックホールの先に希望を見ました。ずっと命より大事なものなんていくらでもあるって思ってた。その通りさ。違う。ブラックホールの向こうのあの光は希望の光よ。天国か地獄かは分からない。記憶痕跡がコードを読んでるだけなのかもしれない。それでもあれは命を約束してる。人間を純粋なデータに置き換えることはできても、動物の本能、生存本能は宿り続ける。それを消し去ることはほぼ不可能だ。生存本能は人間の証だが、それに逆らえるのもまた人間だけだ。本当に他の方法はないの？話した通りだ。お前が私と来ればジョニーは肉体を保持して生き続けられる。そうじゃなくて、みんな幸せになれる。ジョニーを生かすか、自分を生かすか。この街で俺たちみたいのに？そりゃ夢を見すぎだぜ、B。どっち？少なくとも選択する権利が手にできた。意志と努力の賜物だ。これはサイバー空間の深淵へと続く橋だ。ここを渡れば肉体とのつながりは永久に断たれる。あるいは肉体に戻りたければあの泉に入れ。ワルト、私はどうしたらいいの？
教えてよ。ボルトに聞いてもな。私と共に来るべきだ。具体的に私はどうなるの？あんたみたいになっちゃうってこと？私はネットランナーであるがゆえ生き抜く術を理解していた。お前のケースはわからない。ブラックウォールの先は決して安全な場所ではない。だが死にゆく体にとらわれ枯れていくより自由な魂として消滅する方がマシだ。よせ B、そうならないために今までやってきたんだろう。お前がお前じゃなくなるんだぞ。あんたが言っても同じでしょ。コンストラクト経験は俺の方が長い。お前よりうまくやれるさ。体はジョニーのもの。ジョニーならそのまま生き続けられるけど、私が戻った場合は6ヶ月。でもやっぱオルトとジョニーは一緒にいてくれ。わかった。計画通りにやる。ジョニーごめん。ジョニーごめん。オルトと一緒にいて。私はこの余命6ヶ月を楽しむことにする。いい加減にして、少しは自分を守ろうとしたらどうなの？落ち着けって、お前に教わったんだ。時には諦めるのも大事だと。力を残して最後に一発ぶちかますためにな。行くね、ジョニー。じゃあな、B、戦うのをやめんなよ。いや、これでよかったのかわからない。なんかどっち選んでも悲しいわ。さあ戻れたのか。どこ、これ。リバーの車。頼むよ。どうしてここにしたの？ひょっとして私との思い出に浸るため？覚えてたんだ。あの時はどうせ一度きりの仕事相手だと思ってた。違う、今のは嘘よ。あの時ミッチとスコーピオンの手を借りてラフェンに仕返ししようとしてたでしょ。二人が協力してたらそれで私は用なしだったはずよ。まさか。街を見なよ。きっと荒坂の連中は何が起きたのか分からずに混乱してるだろうね。気づいた時には私たちはとっくにいないけど。正直こうなるとは思ってなかった。神輿のこと？ああ、ナイトシティね。ずっとあそこにいると思ってたの？数ヶ月前は町を離れるなんて死んでもありえないと思ってた。骨を埋める覚悟だったのに。でもまだ生きてて。私たちはこうして旅立とうとしてる。あんたがいたから決心できたのよ。ありがとう。やめてよ。ほら、町にお別れを言っときな。もうこれで最後だから。え？何もかも早く忘れてしまいたい。あの町は手にすることのできないまやかしばかりを作り出す。ええ、
全てを失う前にそう気づければまだラッキーな方なら、こうして脱出できた私たちはついてるかもね。そうね、これからいろいろと取り戻していかなきゃ。 B、 また鼻血が出てる。大丈夫、これからの計画は手配済みよ。仲間と合流して装備を整えたら出発だ。簡単にはいかないけど、ヘマしない限りほんの数時間で宗教を超えられるはず。出発しましょう。オッケー。でもその前に、せっかくだし最後に街の姿をよく見といたら。嫌じゃなければだけど、私は車で待ってる。よし、取れた。なんかの歌。こんな話もううんざり。仲間はもう向こう側に渡って私たちを待ってる。神輿からのお土産は？あんなテックを持ってゲートに近づいたら問答無用で始末されるよ。荒坂は全ての検問所に人員を配備してる。でも私たちには別のルートがある。なんかすっごいデジャブ。どういうこと？ジャッキーやあの時の仕事を思い出したの。結果はパナマも知っての通りよ。あ、ごめんね。違うの、別に責めてるわけじゃないよ。それに今回はあの時と同じようにはならない、絶対にね。ナイトシティにも一ついいところがあった。何？食べ物だよ。ヘイウッド7番街のタイ料理に不当のピエロに。うん、冗談でしょ。旅に出てしばらくしたらきっと身に染みてわかる。街が恋しくなると思う？思い出で美化された幻が恋しくなる、うん、無限の可能性と夢、そして無限の嘘に満ちた街。何でも二人で一緒に向き合えばいいのよ。おう、嵐も来てるってのに。ミッチー来てる、生きてる。ババアになっちまうぞ。余計なお世話だよ。いやー、ミッチー、よかったよ。また一緒に走れて嬉しいよ。体は？あと1ヶ月もすりゃバッチリ全開だ。大丈夫だって言ったろ。タワー襲撃の直後はそんな強気じゃなかったくせに、みんな心配したんだから。ミッチーのやつ何週間も寝たきりでさ。戦争でパンツァーを乗り回してシナプス鍛えてなかったら脳みそ丸焦げになってたよ。でもおかげでみんなが助かった、うん、ソウルがいないのが残念。確かに。テディにボブ、スコーピオン、スコーピオンも。みんながいたら無茶やったあんたをボコボコにして、それから吐きそうになるまでハグしただろうね。ああ、そうだな。こうして旅立てるのもミッチのおかげよ。成功させよ。一緒に旅をするのが楽しみだ。じゃあ後でな。これ戻ってから。車のエアコン越しでもオゾンの匂いがする。例の嵐が近づいてるのね。どんくらい経ってるんだろう。私は半年しか生きられないんだけど。着いたよ。よし。到着。バシリスク生きてるよ。
ミチ。歩いてるじゃん。さっさとここを出発しようぜ。準備はどう？全部整ってる？あと少しで完了だ。じゃあ見つかったんだね。あの場所にあったの。今のところ計画通りってこと？今のところはね。でもその前にお客が来てるみたいだよ。また後で声をかけて、詳細を教えるから。お客って誰だ？誰誰？ああ、私の彼氏。リバー。よう、元気そうだな、B。ようやく落ち着いたから、すべてを置いて旅立てる。誰もかもな。リバーもな。あんたも心を決めたみたいね。ああ、俺は残る。残らないといけない。だと思った。正直言うと、きっとそうだろうと思いつつも、それを信じたくない自分がいたの。本当か？本当よ。なら分かってくれるのか？そうは言ってない。妹のことがある。あいつにはもう大人でしょ。ああ、でもあいつは一人じゃダメなんだ。それに、それにランディは？ナイトシティは俺の街だ。リバー、何が言いたいの？ナイトシティがあんたに何をしてくれたっていうのよ。町のことじゃない。そこに住む人々のことだ、うん、俺には彼らへの責任がある。務めを果たすと誓ったんだ。破るわけには、逃げ出すわけにはいかない。警察だしね。私にもあんたが必要なの。私にもあんたが必要なの。必要なのは本当に俺か？いや、そうは思わない。暴れた。私はパムの。お前に必要なのは家族。選んだんだ。それに新たなスタートだ。そして俺には俺の家族がいる。元気でね、リバー。もう行くの？じゃあね、ランディによろしく。結構サブクエで仲良くなったリバーでした。じゃあ改めて計画を確認させて。前提として検問所は通らない。それはいいな。密輸用の古いトンネルを使う。場所は掴んでる。まさかそんな裏ルートを持ってるとはね。そうだね。正しくは見つけた。大昔からあるトンネルでな。幸い崩落もしてない。古すぎて探すのには苦労したけど、もはやあとは突き進むのみ。トンネルはいいとして、宗教付近は監視が厳しい。そもそもどうやってたどり着くの？あらゆるテックが目白押しよ。巡回ドローンやもっと手強い兵器もあるかも。大丈夫だよ。対策は考えてるし、キャロルとキャシディがコーポの連中を追い払ってくれる。誰かに気づかれる可能性はないの？宗教警備隊はいずれ気づくだろうね。連中が動く頃には俺たちは遥か彼方さ。それに運よく例の嵐も来てる。痕跡は残らない。嵐だけでコーポの追跡を振り切れればいいけど。私たちなんかに構ってる暇なんてないはず。ま、どう転んでも捕まりっこないけどね。わかった。で、宗教を超えた後はどうするの？合流地点で仲間が待ってる。まずはそこまで行ってから全員で通村に向かう。そこまで行けばこっちのものか。地の利はあるし、何よりアリゾナには昔の貸しがある奴らがいっぱいいるから。じゃあ心配は何もいらないってことね。今日からは一人で全部背負わなくていいんだよ。仲間がいる。 B も
きっとすぐ慣れる。ありがとう。よし、嵐が来る前にさっさと出発だ。足燃えてたけど大丈夫？こっちはいいぞ、パナム、先に行け。準備は？オッケー。いいよ。ならジャックインして出発しよう。わかった。あんたの新しい門出だからね。ここは真のノーマッドらしく舵を取ってもらわないと。大きな穴を避けてまっすぐ進んで、みんなと離れすぎないでね。私はニトロ担当、ミッチが直結方式に改造したんだ。手動でタイミングを合わせないとこっちがコッパみじんになる。そんなのは絶対ごめんね。あの警官は誰？リバー、別れを言いに来たの。しばしの？それともこれっきり？これっきりだろうね。ナイトシティを離れられない。離れたくないんだって。そう。でもこうなるはずじゃなかったんでしょ？どうなればよかったのか正直もうわからない。でも、でも閉じこもってた部屋からやっと出られた気分なの。なんていうか希望、いや達成感かな。何かわからなくても楽しめばいいよ。私も今同じ気分。それに向こうにつけば、それが何なのかはきっとわかる。きっとね。なんか白くなっちゃったんだけど。いつでもどうぞ。じゃあ行くよ。フルスピードで突っ切って。あ、アダシが来てんのか。フルスピードだったからどうやって早く。大丈夫？キャロル、キャシリ、移動開始。私はジャミングをかけながら西に向かう。食いついた。こっちは東に行って敵を引きつけとくぞ。決闘を祈る。それじゃ向こう側でな。眩しい。ニトロを点火して。任せたよ。じゃあ行くよ。これがお望みだったんでしょ。新たなスタートだ、ハナム。このままどこまでもぶっ飛ばして。このトンネル、あほー、どなた？クソかわいい。ちょっとフォトモード撮れないなんて。自分が超かわいいんだけど。おーすごい。星がきれい。何ある？これでよかったのか？
どう？最高よ、パナム。ここから全てが始まるのね。あなた、ヨービー、砂漠での暮らしはどうだ？太陽の光と新鮮な空気を満喫してるか？定期的に点検してもらうのを忘れるなよ。で、全体に土やホコリが入り込んだらシャレにならないからな。とはいえ、そっちでまともなメンテができる腕のいいリパを見つけるのは至難の業だ。確かに。街に来ることがあれば俺んとこに来な。なんやかんやでお前さんはお得意さんだからな。多少は負けてやるよ。じゃあまたな、ミー。ちょっとミー、アルデカルドスと砂漠を走り回ってるって話本当なの？一体何を考えてるのよ。あなたは本当に危険が好きなのね。ナイトシティじゃ物足りなかったわけ？ジャッキーのママ、まったく呆れた子だよ。とにかく気をつけるのよ。ちょっと静かに聞こう。ダメ。これ以上お葬式に出るつもりはないからね。いい。昔からの馴染みに会いたくなったら、ママウェルズがいることを忘れないで。先に連絡してくれれば特製のチラキレスを用意しておくから。わかった。食い立て、ビー。もしもし、B？ しばらく連絡がなかったから、元気にしてるかなと思って。あなたはまだナイトシティで頑張ってる？私は全てを捨てて逃げ出すことばかり考えてるくせに、結局まだここにいる。バカみたいでしょ。アリ地獄と一緒ね。出ようともがくほど引きずり込まれる。膝まで埋まったら最後、もう抜け出せない。エヴリンみたいに。とにかく元気でね。気が向いたら連絡ちょうだい。じゃあ。よう、ウィー。た、参ったぜ。あの襲撃のことを思い出すと未だに体が熱くなる。ノーマッドが荒坂に歯向かうなんて言えば無謀もいいとこだ。自殺行為と言ってもいい。生きて帰れるかもわからなかったが。だがどうだ、俺たちは何とかやってのけた。そうだろ？それも全部フィーの活躍のおかげだ。イカれた奴らが大したもんだよ。パシフィカからアパラチア山脈までその名を轟かせたな。これから何をどうする気かを知らないが、お前が望むなら俺たちは地獄の果てまででも付き合ってやるよ。約束する。じゃあな、フィー。体を壊すなよ。もしもし、ローグだ。あんたにボイスメールか。よし、ビー、ジョニーのやつに一つ伝言を頼みたいんだ。いや、やっぱり二つだね。一つ目は、さっさとくたばれ、自分勝手な傲慢野郎。そして二つ目は、また会えてよかったって。それじゃ、二人とも元気でやるんだよ。曜日、ようやく写真が届いたぞ。バッドランズがこんなに綺麗だとは思わなかったよ。落ち着いたら遊びに行こうかと思う。そのジョスの具合が良くなったらな。時々考えるんだ、もし俺たちが、いや、やっぱ何でもない。俺の愚痴を聞くほどお前も暇じゃないだろう。頑張れよ、ビー。
思うがままに生きるんだ。B、ペラレスだ。実はとても重要な話がある。まず誰にも聞かれない場所へ移動してくれ。え、出た。脳みそ乗っ取られてる夫婦。どうやらあいつも元からグルだったみたいなんだ。ビタミン剤だとか言って私によくわからない薬を飲ませようとしてくる。研究所で解析してもらった結果問題ないと言われたが、どうも信用できない。時間があるときに連絡をくれ。それとこのメッセージを削除しろ。いいな。B、さっきあなたのことを思い出してタロットをやってみたの。あなた自身を前にしないときちんと占えないのは分かってる。でも随分会えてないし、私もいろいろあったから。で、何を引いたと思う？戦車、恋人、太陽よ。バッドランズできっとこの先いい人生が待ってるわ。じゃあね、 B、 自由に生きて。よかったちょっとでもなんかいろんな、お、なんだなんだ、立つ、ここは、なんかいろいろもらった。で、あれか、花子に会うところからまたできるんだ。気になる他のエンディングも。私はパナムと一緒に行くことに決めたけど、ね、ジョニーとローグと一緒に行くエンディングとか、なんか一人で行くエンディングとか、花子に協力するエンディングとか、いろいろあるみたいだけど、パナムのエンディング良かったんじゃないかな。結構なんか死んじゃうって聞いたから死ぬ寸前までやるのかなと思ったけど、いい感じのところで終わったし、これでサイバーパンク2077終わりにしたいと思います。来年ね、これの DLC が出るということなので、またそちらの方もやっていきたいと思います。ただね、私多分やることが結構あるから、多分これやりな、配信外っていうか動画外でこういうのもやっていきたいと思います。引き継げるのかな、 DLC ってことは。だけどもう今回のやつでもうB はもう死んでるはずなんだよな。わかんない。どうなんだろうね。死んでるところは映さなかったけど。まあ、とにかく今、ウィンターセール中で、スチームで半額になっているので、皆様もよかったらやってみてはいかがでしょうか。自分なりのエンディング、やってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お相手はカレンでした。バイバイ。